と大谷理子の一言言いたいということで、今日これ収録しているのが5月17日なんで、ひょっとしたら今日の内容ちょっとずれちゃってるかもしれないんですけれども、そこはご了承いただいて、今日は私ワクチンに対して3つのことを言いたいと思います。コロナワクチンに対してっていうね、1個はどうしてみんなこれできなかったのかなっていうのが今話題になってる上越市式ワクチン接種の仕方ね。あの上越市は割り振ったらしいんですよ。何時に来てください、いついつ来てくださいって言って、でもこの時間に、ね、この日に来れない人は連絡してください、曜日振り替えますよみたいなんで、混乱なく密もなく、もっとこうしたらいいのにな、なんで他の都市、ね、地域はできなかったんだ、なかなかネットで予約できひんとかね、いやもうさっさとね、どうせ郵送するんだ、割り振っていついつ来てください、あかん日、あかん人だけ言ってくださいやったらええのに、なんでこれができなかったのか。私たちよくね、まずシミュレーションしろと、仮説検証しろ、よく企業研修では言っておりましたね。なんでこんなに賢い人たちがいっぱい官僚にいんのに、私は東大も行かれし、京大も行かれし、阪大も行かれへんんですねこんなに賢い人がいんのに、なんでこんだけのことをできんかってっていうのは言いたいのは私のワクチンに対する一つ目。そして2つ目、これも私わからないんです。皆さん理由が分かったら教えてほしいのは、なんでもっと抗体検査しないんですか、ね、今日はだから3つのポイント言いますから、3つのこと言いますからね。2つ目は抗体検査をなんでできないのかってことを言いたいんです。だってアメリカでマドンナ抗体検査してたじゃないですか。で、抗体検査して抗体があったから私は自由だってやってましたよね。だってもし私抗体あったら自由だし、ワクチン打たなくてもいいわけじゃないですか。なんでもっと簡単に抗体検査ができないのかな、これ私は謎なんです。もうその理由が分かったら教えてほしいです。そして3つ目、私はこれを一番に言いたいし、これ結構ネットでも話題になってるのが、イベルメクチンっていう ね、イベルメクチン、何これは、ノーベル賞の大村聡さん、北里研究所のね、大村聡さんね、ノーベル賞、この人のワクチンです。これ世界で今4億人で、ね、しかもなんか飲み薬らしいんですよね。飲み薬ね、4億人が効いたって言ってるんですよ。なのにね、日本ではね、なんか治験が通ってないとかね、どうちゃらこうでコロナに効くとか限れへん、いや効くって言ってるわけです。しかもね、8日ですよ、この時点で新型コロナ救命治療最前線同盟、もうまた舌噛みそうなねなんでこんな長い名前、新型コロナ救命治療最前線同盟のコリー会長ははっきり言ってるんですよね。どんに素晴らしいかってね、4つ言ってるんです。患者の回復を早め、軽症から中等症の悪化を防ぐ、ね、軽い人から真ん中になる、この時点でもう悪化防ぐって言ってるんですよ。で、2つ目、入院患者の回復を早め、集中治療室ね、 ICU 入室と死亡を回避させる。だから入院患者の回復早めるわけで、集中治療室に入らんでもええようになってんでって言ってるわけです。で、3つ目、重症患者の死亡率を低下させるね、すごくないですか。4つ目ね、イベルメクチンが広く使用されている地域ではコロナ感染者の致死率が著しく低い、ね、めちゃめちゃいいことないですかめちゃめちゃいいことないですか。なのにこれもっともっと普及させたらいいじゃないですか。私これね、いろいろ調べてみたら、なんでこんないいものは日本では普及しないのって言ったら、もう特許権がなんか切れてるらしくて、これが普及されてもなんか儲からないらしいんですよ。そういう問題ちゃうやろうと。もし人命が大事でこんなにいいワクチンがあるんやったら、で、大村聡先生は言ってるんですよね、特例認めてでもね、わしのワクチン使えって言ってるんですよね。しかもなんで、これを使ったエジプトとかイラクはね、もうめっちゃ良かった言ってるんですよね。なんでやねんと。
もうなん私はもうこれに関してはなんでやねんしかないし、ね、皆さんもなんでやねんって、これあの使えるんだったらガンガン使ってほしいし、もっと広めたい。私は今すごく言いたいのは、なぜかこの新型コロナウイルスのワクチンとか薬とかに関して秘密が多くないですか。私の友達も何人か実際コロナにかかりました。でもね、ちゃんと治ってるんですよね。こういうことしたら治るよと、ね、皆さん安心してくださいと。ただし、ね、重症化させたらダメですよと。早めの治療が大事ですよ。でやっぱりね、合併症を持っている人はかからないようにうつらない努力ね、そして家族にうつさない努力大事ですよ。秘密にしないでください。こんなワクチンがありますよ、こんな薬がありますよ、こうやったらうまくいきますよ、もっともっと情報をいっぱい出してくれてもいいんじゃないか、私はそう思ってます。異論反論ある方あるかもしれませんが、長い耳で皆さんの声を聞きます。ぜひご意見ご感想お待ちしております。